江戸深川を舞台にした宮部みゆきさんの子宝船。子を亡くした家の宝船、その絵から弁財天が消えていた兄弟作の子宝船。ボンクラシリーズのおでこが登場する。おでこの中身、人間の悪意が怖い。人魚の毒、岡っ引き見習いの期待値が周囲の人たちに支えられながら謎解きや事件の真相に挑む、きたきた捕物帳シリーズの短編集。